こんにちは、カブパパです。しばらくですね、ずっとあの外で、まあ、山登ったりハイキングしたりトレッキングしたりってことをずっとやってたんで、あの道具紹介ってしばらくやってなかったんですが、あのちょっと最近ですね、あのちょっと大きい買い物で時計を買ってみたんで、ちょっとご紹介したいと思います。これセイコーのですね、セイコーの、まあ、プロスペックと、まあ、いうようなやつで、まあ、ちょっとあのアウトドアに特化したですねブランドなんですが、ダイバーウォッチです。すごいですね、久しぶりに時計買ったんでちょっとワクワクしてるんですけど、まあ外箱、まあ、ここにいろいろガチャガチャ入ってます。まあこれはいいとして、でまあ保証書、立派ですね、保証シールで、じゃじゃーんと、おおすごいね、この座布団がこの座布団がね、結構ね、あのマウスなんかやるときのここ敷くといいんですよね。まあそれはいいとして、まあこの箱をこっちですね、セイコーのプロスペックダイバースキューバって書いてありますね。 200m 空気潜水用防水とこれはいいですね。一応ですね、結構マジモノの潜水時計、まあダイバーウォッチを買ったのは、今回初めてです。昔使ってたやつはですね、あのクォーツの、まあ、それでも2万5千ぐらいしたんですけど、オレンジの文字盤のやつだったんですが、これはですね、ちなみにちょっと iPhone で見てみますと、自動巻きですね。まあこれは分かって買ったんですけど、自動巻きです。ですからまあ後ろ開けなくていいんで、まあ防水性能落ちないと。キャリバーが 6R の15、普通のやつですね。ケースがステンレスで、ガラスはですね、あのサファイアじゃありません。これはあのまあダイバースキューバーの中では一番こう廉価品なんで、カーブガラスって書いてありますね。で一応まあ文字盤は光ると。で精度もですね、まあ普通ですね、まあ、日差15秒ぐらいで、で防水性能は、まあ、200m の潜水用ですね。スクリューバックで、まあ、石の数が23と、まあ、いうことで、まあ、ダイバー時計とすればですね、ダイバーウォッチとすれば、まあ、ごく標準的なんですが、まあ、とにかくですね、このなんていうかな、分厚さというか重厚感というか、いいですねすごいですね、ワクワクしますね。これは後ろを開けて、やだな、やだな、壊しちゃうの、あ、ここだ。ちなみにね、最初からやるとバックルですね、ここをポチを開けますね。パッと開けて、こう両側のここにポチあるんで、こうグッと押します。そして開きますね。こんな風になります。おお、おお、いいね。まあ、ちょっと調整してないんで、まあブカブカですけど、まあ、こんな感じです。うわー、いいなー、いいなあのぶつけるつもりはないけど、すごい、ぶつけても壊れないっていうその安心感。これと一緒に買ったのがですね、こっちのラバーバンドですね。これはラバーバンドって言わないな、ウレタンベルトっていうのかな。ちょうど このダイバーウォッチの取り付けの幅が 20mm ですんで、セイコーの純正ですけど 20mm のウレタンバンド、これはあのダイバーバンドって書いてありますが、特に潜水モデルですね、こちらを買ってみました。これも今
初めて開けるんですけど、こんな感じのです。あのね、質感がねすごくいいですね。あのウレタンってね、ちょっと加水分解を起こしやすいんで、あのあんまり長期間は使えないんですけど、環境による短時間であればですね、非常にあのこれ強度もあってですね、シリコンよりもよっぽど丈夫です。あの僕はどっちかというとこっちの方が好きなんですが、あの山登りやるときはですね、ちょっといろんなことを考慮に入れた上でですね、このあの、まあ、ステンレスのベルトからですね、まあ、こっちに変えて、まあ、こんな感じで使っていきたいなというふうに思ってます。じゃあ、あとね、あの使った感想とかはまた動画で皆さんにお知らせしたいというふうに思います。まあ、とりあえずこれ買って今日嬉しいんで、あの即はめてですね、速攻で寝たいと思います。それではそれでは。時刻は7時35分。